漫才キジです。みゆです。ジュナです。はい、今回の企画はおにぎり全種類食べてみたーい。イエーイ。カットセブンイレブン。イエーイ。言い忘れちゃった。おにぎり大好きやから早く食べたいな。思ってない。思ってなさすぎる。いつものね、いつもの。結局いつもの何なの？いつも言うやつ。あ、いつも言うやつね。いつも言うやつ。行こうよ。行くわよ。お腹空いた人。はーい。実はこの前にお昼ご飯しっかり食べました。はーい。はい、まあ、みんないける？いけるよ。いけるいける。いつものいける、うん、オッケー、せーの、それではやっていきます。ショー。はい、ということで、まあ、買ってきたセブンイレブンのおにぎりドンと出しちゃってください。はい、スコーン、スパサブロー。重っ。一応一番近くにあったセブンイレブンで買ったおにぎり全種類持ってきました。はい。何個あんのこれ。何個なんだろうね。約5個、6個ぐらいかな。なるほど。え、でもないでしょ、自分がさ、それぐらいの数食べることなんて。ないよ、普通に。マジでない。うん。え、でもいけるよね、みんな。そうだね、うん、じゃあご飯が冷めないうちに食べたいと思います。はい。冷めてるけどね、ほんとに。ツッコミ。ちなみに何の具が好き？それはシーチキンが好き。俺、からし明太子。じゃあまあ、とりあえず取ろっか。みゆは、梅。え、これ開けておく？やばい、海苔が壊れるから、ここでやった方がいい。そうだね。はい。はい、ということで、無事に仕分け終わりましたが、まあ、簡単にね。じゃあ、ルナちゃんからおにぎりの具を紹介してってください。はい、ルナは、シーチキンマヨ、おかか、エビ、塩むすび、味噌豚、カルビ。みゆは、台湾混ぜご飯とソーセージ、五目、うん、梅昆布、うん、梅、じゃがいも混ぜご飯ないやろ。うん、それぐらいかな。俺は、からし明太子、昆布、なんなんだよこれ。しそ佃煮、海苔、の佃煮みたいな。はい、で、鮭、唐揚げさん、チーズ入りタコライス。はい、じゃあ早速ね、はい、食べましょうか。はい、せーので、いただきます。いやー、不安。何食べよう。梅から食べよう。塩むすびから食べるわ。あ、うん。え、塩むすびどこの味やんの？うん、タコライスの匂いやば。やばいよね、これ、すごい。なんか、めっちゃそっからくるね。もしくは、ギシのやめなさい、怒られちゃう。バキライス。味変していったらいいんじゃない、これ。ちょっとずつ、いろんなの、うんうん、確かに。味変しようか。うん。俺はまず鮭でいこうかな。じゃあみ、いろんな食べ方する。あ、味噌からいくわ。カリカリ梅だ。うまい。うますぎる。ね、梅とさ、鮭交換しない？なぜ？梅食べたいなって。梅食べたいの？うん。いけいけ、みゆちゃん。あ、食べたかった。食べたかったね、梅。バイクの NG よ。ね。鶏五目いこう。うん、え、うまっ。味変めっちゃいいよ。頑張んで、みんな。うん。はい、まず鮭1個目完食。お、梅干し1個完食。お、なんでそんな目で見て。普段結構食べても。ほんとだ、ちゃんと。うん。塩おにぎり完食。完食。お、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 もう出したら、入れたから出せないね。煮込み完食です。お、1、2、3、4、6個あったんか、シャリ。うん、うん。お、どんだけ腹減ってんだよ、もう、つん。ルナ、煮込み完食。えい。煮込み完食。ちょっと煮込み完食しちゃった。ラスト一口。うん。おめでとう。ゆしくん食べた？せーので。ちょっと待って、ストップ。こうか。こう。食べたよ。え、せーの。やーなー。ツルツルツル。はい、三個目食べれてよかったね、ということで。でも一番きついのこれだね、多分。うん、それ脂っこいからね。まあもう食っていきましょう。はい、食べましょう。じゃあ、みはこれ食べようかな。ラスト1個だ。
うまいね。うまいわ。うまいけど、もうカピカピなってる、ちょっと。確かに。こっち見ないで。こっち見ないで。もう一回覗いてみて。こっち見ないで。ちょっと苦いかも、これ。すごく。食べてみて、ちょっと。それはやばい。苦くないよ。なんで大人の味、うん、あんたがお子ちゃまのだけ。残りの一口。残りの一口。完食。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ラスト一口いただきます。お、いただき。イエーイ。もう早く食べて。せーの。ギーシギーシ久々のギシギーシギーシ食べろ。おお。あ、はい、無事にセブンイレブンおにぎり全種類完食しました。うまかったな。うまかった。美味しかった。もうお腹がふくれてふくれて、もうやばいわ。どうなりそう。つける。はい、ということで次は違うコンビニでもやってみたいね。やってみたいね。久しぶりに大食い完食した気がする。確かに。マジで、うん、やっとみんなに顔向けできるようになったわ。はい、おもうみんな完食してないなんて言わせねえぜ。つやつやつや。まだ1回だから。はい、ということでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。